三浜新城ウィンドファームには、マシン城、ウィンドファームは、東京都に本社を置く株式、会社グリーンパワーインベストメントが、福井県三方郡三浜町に建設を計画している風力発電所である。事業実施想定区域は、三浜町新城にある、関西電力霊南変電所の東の森林約1268.15ヘクタールで、 この坂山地の勝負谷山と足や山から伸びるオネスじ、一帯に、ローター直径約100から140メートル、最大高約140から190メートル、単発出力約3400から4200キロワットのプロペラ型風力発電機、約20から25機を設置し、総出力最大10万5000キロワットの発電を目指している。事業実施想定区域と、 風力発電機の設置想定範囲環境省の植生調査によると事業実施想定区域周辺は最も自然度の高い植生自然度級の森林が福井県内で最も広範囲に残されている地域である。関西周辺の登山地図やガイドブックを多数執筆する草川敬造はその著書森の巨人たちの中で野作学から三国山に至るコースを紹介し 関西の山では、最も豊かなブナの林が続く稜線で、白山の千ブリ尾根や釈迦神道にも負けないブナのコースではないかと思う。野坂岳の山頂から足や岳の南まで、幹回り3メートルを超える、ブナの巨樹を何本も見ることができる。と書いている。事業実施想定区域のすぐ北側で、同区域に取り囲まれる高森谷には、 カツラ土地の木サワグルミなどの巨木が多数あり、幹回り5から12メートル長のカツラ15本が、こう、森谷のカツラ巨木群として、環境省の巨樹巨木林データベースに登録されている。事業実施想定区域の東側の黒川川の源流域には、出現があり、黒川の出現植生が、福井県の優れた自然データベースに登録されている。ありがとうございます。